鹿児島の方のポイントからね、ちょっと宮崎の、まあ日南の方ですよね、もう鹿児島と宮崎のちょうど県境ぐらい、宮崎側の方でちょっと平続きを狙いに、天候が天候なんでね、ちょうど平続きにはいいコンディションかもしれないですね、雨に風に。まあ以前にも1回来てるんでね、まあその時の魚影も結構ね多かったんで、まあ今回もちょっと期待はして、一応当店でね大きいと言ってきますけど、ただ時間が時間でね、ちょっともう昼ぐらいなんで、まあまあプレッシャーは高いかなと思ってます。まあでもとりあえずね、まあ磯で晒しがあれば釣れそうだと思うんで、ちょっと頑張ってきますね。なかなかの雨っぷりですよ。結構土砂降りですね。これから雨がもっと強くなってくるみたいなんで、まあでもね、本当こういう状況でも渡船してもらえてね、釣りができるってだけでまだいいと思いますよね。逆にこれがね、いい方向に行けばいいですね。ちょっとね、表の方はそこそこ波があるんでね、いい感じだとは思いますよ。ただこれからどんどん潮が下げてくるんで、やっぱり下げに従って良くなってくると思うんでね、まあチャンスはあると思います。よし、おっとっとっと、表面はやっぱり結構激しいな。多分ちょっと小場所の方がいいと思いますね。意外と表面がね、その潮が一気に上がってきて一気に下げるんで、平続きはつきそうなところがね、ちょっとね波がこう緩慢さというかあれがね高すぎるんで、逆にこういったね本当に小さいスリットだったりサラシの方が潮が安定してるんでね、平続きはこうつけそうな感じはしますよね。どうしようかな、右側の方がなんとなく潮がゆっくりしてて良さそうな気がするけどね。こういうところの方がいそうだよね。水深の変化がね、まあ、水深は比較的ありますけどね、波が当たりすぎてないんでね、手前から。いれば一発だと思うけどね。ちょっと見切られにくいように違うルアーでちょっといきますね。まあまだ発売前ですけどね、プロトの11センチのミノーでちょっといきますね。潮の抵抗結構噛んでくれるんでね、これでちょっとね、あの沖の下りを、おお、すごいすごい、おおおお、すごいすごい、ガンガン当たる、すごいね。もう一回いけよ。おお、すごい、当たる当たる、おお、ら、すごい、ほら出た今水面。これね、多分ね今青物入ってるね、青物が。飛距離出るねこれね、向かい風でね、で結構ね、おっしゃ、あら、おー、なすごい、だおお、脱だ脱、しかも超でかい、おお、これはこれでね強烈だ。これちょっと腹に当てて、おおおおおお、ビッグファイトだよ、ビッグファイト、
メーター越えだよ、メーター越え。来た来た。来たよ、これ間違いなくメーター越えてるよ。さあどうしよう、これから。さあこれからどうする。このまま上がるか。うらー、よしよし、来た。余裕のメーター越えです。メーター2、30ぐらいありますよ。メーター20ぐらいかな。でかいね。すごかったね、ジャンプがね。もう貸し切らみにボワーン飛んでね。しかもシーバースロットでかけたからね。超ビッグゲームでした。いやー、まさかのね、スーパーゲストがヒットしましたよ。メーターオーバーです。太いです、これね。ちょっとね、横か、おお、ほら、お腹太いっしょ、これ。相当餌食ってますよ、これ。パンパンです。歯がすごい、この青白い歯が強烈ですね。やりました。まあこれはこれで嬉しいですけどね。出た、メートオーバーっていう。嘘じゃないよ、安心してください、嘘じゃないですから。しゃあ。おー、ちょっとあの正面のね、あの先端ちょい風がね、右から吹いてるから。おー、いいとこ入ったね。これ引いてくるとちょうどね、あーでもね、潮の流れが左から右だね、これね。風と全く真逆だね。見えないだけで相当ベイトが入ってるような。結構ダツはね、小さい餌をね、好んで食いますからね。おー、当たる。あ、やばいやばい、流れが。あとはこの玉に来た大きな後のさらしが広がった時に平を狙うか。この今大きいね、波が入ってで、さらしが広がったタイミングでルアーを引くと。おーし、きたー、おーし、きたきたきた、きたよ。今度は違うよ、また魚がね。おお、ひら続き、ひら続き。やっぱりね、さらしのタイミングだね。うっ、さあ、こっから。うっ、ちょうどさらしの間から出てきたね。いい食い方しましたよ。よっしゃー、バッチリフッキングしてますね。いい食い方してますよ。ひら続きですね。ちょうどね、やっぱりさらしが出たタイミング、さらしが薄くなってきたんでね、ちょっとさらしが出るタイミングであえてルアーを投入してゆっくりね、潮に乗せて引いてきたら後ろから追ってきましたね。いい食い方ですよ。プロトのミノーでガッチリです。いい仕事してますね。もう一個下がろうか。せっかくね、釣れてくれたんで優しく。いくよ、いくよ。はい、ありがとう。よっしゃー、いい感じで、狙い通りですね。いい感じで、やっぱりさらし見ながら誘ったら後ろからチェイスきてバーンって食いましたね。いい感じです。よし、次行こう。もう一回こっち側狙うか、あそこの先端ね。いそうだけどね、あの先端ね。いないわけがなさそうだけど、潮の向きがね、ちょっとこっち側なんだよね、もうね。おー、来た来たよ。よし、あー、バレた、外れた。ちょっとね、思ってたとこと違うところ出ましたね。もう一回この手前のね、大きい岩の際で出ましたね、今ね。おーおー、やばい、また脱が。ちょっと大きく投げるともうすぐ脱だよ、これ。風で流される。こっちかな、やっぱり。
あーちょっとね、水がいきなりこう引いちゃうとポイントがやっぱりちょっと水位が足りなくなるっていうかね、ちょうど引きたいところが岩が出ちゃって、あの岩の下を狙いたいんですね。下にいるヒラスズキをね。よし、いい感じ、ヒラシが広がったぞ。これでいいと、おー来た来た来た、あら飛び上がってきた、今見えたかな、今着水してすぐだね、今ね。やっぱいるんだよね、こうね、だ大事にやっていけばね、結構いかでも釣れると思いますよ。よし、着水してすぐですね、引き始めでドーンと出ましたね。まあちょっとフロントフック外れちゃいましたけど、まあ元気にね。やっぱりこう平瀬関はね、こう上を見てね、こう待ち構えてるんですけど、やっぱりルアーのレンジだったり、あとアピール力、あとはこの風が吹いてる時でもね、ちょっとやっぱりこうルアーがこうラインをね引っ張ってくれて、糸をねこうまっすぐ自分の引きやすいコースを通してくれないと、だから風が吹いてちょっと流されるようなルアーではちょっと平瀬関はちょっと不向きだと思いますね。まあ十分ね、河口だったりね、川の中のシーバスでもいけると思うんですけど、こういったね、磯の平瀬関も十分このルアーはね、威力を発揮してくれますね。まあサイズは小さいですけどね、まあ元気なシーバスなんで、平瀬関なんでね、まあまあ楽しみましたね。まあプロトルアーいい仕事しますよ。よーし、ロケットベイト、これでね、沖の沈み根前にね、多分70メーターから80メーターぐらい離れてると思うんですけど、ロケットベイトでちょっと沖の晒し回りを狙ってみますね。行ったね、ドンピシャ。もうあと贅沢言えばあと5メーターぐらいね、飛んで欲しかったかな。風があるからしょうがないけどね。右かな、真ん中弱いね、晒しがね、右か左だね、やっぱりね。真ん中もね、今みたいにちょうどいい波が入ればいいけどね。もう一回真ん中を、いいとこ入ったよ、ちょい沈みますね。ゆっくりゆっくりゆっくり引いても動いてるからね、ダメだな。怖いぐらいスポスポ入るね、弾道がぶれないね、これね。まっすぐ狙ったところにね、目的地まで一直線で飛んでってくれるんでね。あれだけ離れた大きい磯のね、結構ピンを狙えるんでね、そういう意味ではすごいね。普通のミノだったらね、間違いなく途中で回転するからね、ちょっと右にそれたりね、左にそれたり、それがないね、これはね。バッチリだよ、ほんとちょっと飛びすぎかな、これな。もう一回だけ、あそこにちょっと潮のよれができているから、沖の潮のよれをね、青物でもいねえかな。ちっちゃい飛び用とか食ってる時にいいかもしれないね。表層をね、結構これ泡を引きながらね、水面直下を引けるから。よし、ちょっと移動しよう、右側に。よし、移動です。よし、よし。でもあんまりいいポイントないね、こっちね。
ほんと手前の小さなポイントを細かくやっていくような感じかな。ですね、ちょっと小桃2で、ちょっとやってみますね。以前にね、来た時にもやっぱりちょっとさらしが弱いとか、あとはまあ若干ね擦れてて食わないような時にやっぱりコモツの飛距離と、あとこうゆっくり引いてもちゃんとアクションしてくれて、結構ねどしょそうですよ。水面ちょっとギリギリなんですけど、逆にシーバスにとってはね気になる位置にあるんですね。トップにも水面にも浮いてない、かといって目線にも近くないところでゆっくりこうキラ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 、まあ、波に当たってね弱ったベイトを演出するような感じでちょっとね使ってますね。波がこう荒い時っていうよりもね、ちょっと波がやっぱ弱くなってからですね。あーちょっとまだ波がきついかな。だとにかくゆっくりね、こう普通のスピードでは出てこないようなね平鈴木もねこうじらされてね思わず出ちゃうような感じですね。意外と飛ぶんですよ。それで結構ゆっくり引いてもね確実にこうねアクションしてくれてるんで、意外なほどねこうバーンと出てくるんですね。で比較的ねこのゲームはね、悔いが悪いとか散々ねこう人がやった後とかでもね十分ねこう魚をね出せるんですよね。おー来た来たよ、ほらほら来たよ。あーバレた、あー外れた。見てるんですよねずっと。だ普通にミノを通してもね出ないところっていうのがね結構あるんですよ。ただ難しいのはこれでねトップを投げたらトップは出ないんですよ。全くトップは出なくて、ほんと水面直下 2,3 センチからね5センチぐらいの間ですね。それをロッド立てながら調整していってひら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 アクションさせてるとたまらずね下からドカンと出てくるんですよね。だ結構天気がいい時でもね面白いですよこれは。自分のルアーをキラ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 こう見ながらね、そうすると急に下からわっと出てくるのが見えるんでね、ちょい向こう側かなやっぱりな。すごいだからゲーム性高いですよこうね。おー出た、おー乗らった、今出たね下からバーンとね。さっきね左側から緑で何回か流したんですけどね一回も出なかったんですよ。だからこの土俵層のね力っていうのはね結構こういったところでもね十分威力を発揮してくれるんでね、ちょっと引き抵抗感を感じるぐらいでいいですよね。だから引き抵抗がねものすごい強ければあんまり巻かなくてもいいし、引き抵抗感がなくなったら少しね巻けばいいし、ちょっとずつ微調整をしてね、できる限りちょっとこうしつこくなるべくそこにルアンこう残ってヒラヒラするような感じでね引いてあげた方が、まあ口を使わせるチャンスはね圧倒的に多くなると思いますね。あー弾き出されたな今、ちょうどその際を引け、おーし来た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 、あーバレた、あーバレた、浅いね杭がね、ヒラスズキだったね今ね。やっぱいるんだよね、いるけどなかなか出てこないんで、やっぱりこれでゆっくり見せてやるとねたまらず出てくるんだよね。オッケー、よーし、ここもねさっきやったポイントですけどね、ちょっとまた小もつでゆっくりちょっと辿ってみますね。今ですねこの今引いてるぐらいがちょうどいい感じですねこれね。あ引きやすいですね今ね。
し来た来たよ、おー来た、よっしゃー、やっぱりいたね。おー、まあまあかな。おー、まあまあだね。よし、おお、危ない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 、おっと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 、元気だね。ふぅ、ふぅ、元気だね。よっしゃー、やれー、よっしゃー、やりました。いいですね、太鼓のあって綺麗な平瀬関ですね。この場所もね、さっきね、いろんな美濃で何回もやったんですけどね、全然反応なかったんですよ。で、帰りがてらどうしても気になってね、まあまだ試したいのがね、その水面直下、見せつけ系のルアーなんで、小物ね、変えてすぐでしたね。やっぱりこうやってね、水面直下をね、波のタイミング見ながらね、ゆっくり本当に地出すような感じでひら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 やってるとね、たまらず食いついてくるんですよね。しかもサイズがちょっとアップしましたね。対抗のあるいい平瀬関ですね。まあデイゲームでね、やっぱりこうやって見ながらね、狙って釣っていくっていう楽しみがね、こう平瀬関にあるんで、やっぱりデイゲームが最高ですね。よっしゃー、重い、結構サイズなりには重いっすよ。乾杯、平瀬関に乾杯。鈴木さん何頼みますか？これはね、カツオのなんか郷土料理と、あとは、宮崎牛の炙り寿司、あとはたたき、牛のたたき、あとはね、もちろん宮崎のチキン南蛮、あと何かを頼む予定ですね、鶏雑炊とかね。米ばっかりだけどね、もう体力勝負ですからね。宮崎美味しいものいっぱいあるんで。うん、味が甘い、香りが半端ない、柔らかい。チキン南蛮いきますよ。やっぱ宮崎さんチキン南蛮ですね。このタルタルがまたうまそうですね。うん、はい、来ました、宮崎の郷土料理カツオ飯です。ほら、美味しそうでしょ。新鮮なカツオがね、ご飯の上に、熱々のご飯の上に乗ってて、ごまと海苔で、まずはね、このカツオ飯のタレですね。これをまずこの上にさーっと回して、でまずこれでちょっといってみます。いいですね、このカツオ、新鮮なカツオ。うん、ちょっと甘めのタレですね。で、ごまがかなり効いてますよ。うん、このタレが甘い、甘くて美味しい。うん、だしです、だし、だしをこの中に入れると、熱々のだしを、おう、ミラクル、神が降りたね、神が、笑いの神が降りてきました、今。で、ちょっとね、味が足りなければこのカツオのタレをツーッと入れて、いただきます。うん、何してもうまいね、これ。うん、だしうまっ。だしは薄いんですよね。このカツオ飯のタレとこのだしですごい後味引くんですよね。食わなきゃ分かんないね、これ。前にもでもね、7、8年前に行った時もやっぱりね、これ食べたんだけどね、やっぱりまたもう一回食べたいなと思ってね、ちょっと今回またせっかくこっち来たんでね、食べてますけど、やっぱりうまいですよ。